10時40分新宿発の特急に乗るのに、10時35分に新宿駅に着いて、急いで切符購入。発車まであと2分しかないから、早いこと乗り込んじゃおう。ところでこの特急、前々から乗りたかったんだけど、早起きに失敗しては見送ってた。今回もギリギリ。で、今日乗る特急ロマンスカー富士山号に使われている車両は、MSE、人工工学に基づいたシートが売りらしいけど、座席が硬すぎるって評判しか聞かない。実際はどうかな？で、ちょいちょい、スカイライナーは短距離の乗車だから、悪くはなかったけど、富士山号は100分コース、でも長距離乗るまではわからないから、まあまあ、ちなみにこの椅子は、岡村製作所という、スカイライナーと同じ椅子のところが作っている、人工工学では共通しているけど、MSE の方は、ビジネス需要を見込んだ椅子になっている、さすが労働大国日本、シートピッチは983ミリだけど、椅子が薄い分、それ以上に広く感じる。ヘライス効果、すごい。じゃあ、出発。まずはざっくりと富士山号について語っていこう。特急富士山号は小田急線の新宿と JR 東海の御殿場を結ぶ特急。関東私鉄なのに東海地方入りするし、 JR 線と直通する特急だしで、超個性的。これでも個性は少し奪われた方で、昔は御殿場のもっと先、沼津まで行ってた。短縮されて中途半端なところまでしか行かなくなったのは、高い割に線形が微妙で遅い御殿場線内、そこの需要がそこまででもなかったり、沼津まで行くなら朝霧以外にも東海道線とかの安くて楽で早い手段があったり、でも御殿場まで行くには貴重な交通手段だったから、区間短縮にとどめた感じかな。御殿場って実質神奈川だし、首都圏植民地へのアクセスは大事。あと朝霧は1991年までも新宿御殿場間の運用にとどまっていたから、そこに戻った感じ。というわけでアクアが活動開始する3年前、2012年に短縮、ついでに車両も JR 東海の3のない地形と小田急の RSE という2種体制から今乗っている MSE の1種類体制に置き換わったよ。それから2018年、特急朝霧は特急富士山に改称。ここに60年近く続いた由緒ある朝霧の名前はほとんど消えたよ。でも朝霧高原にかすりもしない。富士山東側までしか行ってなかったから、妥当っちゃ妥当かもしれない。ざっくり説明は終わり。さらに昔のことはもうちょい後で。じゃあ次は MSE のインテリア。100分お世話になるからね。ブラインドはビヨンビヨンシティ。ビヨンビヨン。前テーブルなんてないよ。代わりにあるのはフック。すっからかんスペースの下には、Wi-Fi 使えるで。で案内。最初はついてなかったけど、今は使えるようになったよ。ニュースチェックもサクサクになるから、ビジネス観光問わず、Wi-Fi はさすがに。で、リクライニングの調子はというと、まあこんなもんじゃない、って感じ。ただ硬い椅子あるある言うけど、リクライニングせず使った方が快適だと思うよ。ほんでこのリクライニングボタンの近く、肘掛けのところには、収納型テーブル、直近のロマンスカーらしい設備で、テーブルを使ってない時のゆとりが、なんてのんきなことを言ってらんないくらい。このテーブルは狭い。朝青龍の懐の方がまだ広い。10kg まで乗せられるということにはなっているけど、これに 10kg 乗せる方が難しいと思うよ。正直、飲み物とスマホかおつまみ置いたら終わりかも。駅弁はきつそう。美味しいもん食うなら車内じゃなくて、到着先で食った方がいいぞ。という意味なのかもしれない。ある意味、模範的な観光特急なんじゃないかな。ちなみに座席間の肘置きはないよ。でも個人的にはそんな気にならなかった。座席周りの紹介はこの辺で。列車は千代田線と接続する駅、代々木上原を通過中だよ。MSE はメトロホームウェイとかの名前で、千代田線にも乗り入れている優れもの。ちなみにこれは、日本初の地下鉄座席指定特急、マルチスーパーエクスプレスの名に恥じない活躍はしているよ。車内には自販機も、MSE はロングラン特急にも、通勤特急にもなるから、いい設備。今日まだ何も食べてないから、とりあえずなんか買いたい。3、9号車にはロマンスカーらしく、カウンターブースがあったけど、車内販売が廃止された今となっては、ただスペースを食うだけの存在に。引退直前の E4K は、売店スペースをうまく活用していたけど、ロマンスカーはこのスペースをどうするのかな？ただの荷物置きになっていたら、そっか、まあそうなるよね、ってなるけど。
ここからはちょっとトイレ紹介のコーナーに移らせてね。最近のロマンスカーはトイレ含めたインテリアのデザインが本当に秀逸なんだけど、 MSE も例に漏れない客室部分とよくマッチした木目調の内装が特徴的。トイレットペーパーの原材料の息吹を感じながら用を足すことができるよ。車内設備はこんなもんだね。さすがロマンスカー、インテリアは優秀。デビューは14年も前の2008年3月だけど、それを感じさせないくらい洗練されているね。ゆとりをコンセプトにした空間設計はそれなりに成功してるかも。テーブルと画面にゆとりがない。外面デザインにも触れておこう。車体のベースになっている色はフェルメールブルー、オランダの画家フェルメールが愛したラピスラズリを原料とする色だ。防振時のブルジョワジー少女もこの色がついたターバンを溺愛していた。このフェルメールブルーに加えてロマンスカー伝統のバーミリオンオレンジが使われている。この2色の合わせ技がやけに緑緑しい千代田線内で格の違いを見せつけているよ。さて、列車は確定以外がガン無視する泉玉川駅を通過してついに神奈川県入り。新宿から登戸までで15キロ走ったことになるけど、新宿から御殿場までの距離は 97.1 キロ、実に100キロを超えるロングラントっていう。まだ全体の6分の1も走りきっていないというのがこの特急の果てしなさ。本当に果てしないからざっくりカットしちゃおうかな。というわけで、もうすぐ新百合ヶ丘小田急多摩線と乗り換えられる駅。工房の松から見下ろした百合の花が綺麗だとか、地主が100人集まる、つまり100が合うことからこの地が百合ヶ丘って名付けられたとか、なんとか何かしらのアニメの聖地になってそうな嘘みたいな地名だけど、まだアニメでは何の聖地にもなってない。素敵なのにかわいそうな地域。新百合ヶ丘発車、各駅発車ごとにありがとうウサギを召喚してくれるのはいいね。それで今見えている壁は相模原まで延伸したりしなかったりする小田急多摩線につながる線路。あの多摩線にもかつては定期運用のロマンスカーが唐木田まで走っていたけど、やっぱり本線の需要には勝てなかったのか2016年のダイヤ改正で廃止になっちゃった。メトロ直通という唯一無二の破壊力を持つ特急でもガラス機特急になっちゃったみたい。比較的成功を収めている京王ライナーは小田急をどんな目で見てるんだろう。列車は小田急の乗降客数2位の町田を平然と通過して VK たむろする湘南につながる江ノ島線との乗り換え駅相模大野に到着。向こうにはリニューアルされた新しいサイコさんの特急エクセアルファが止まってる。内装が MSE にだいぶ近づいたエクセレントエクスプレスは座席は元よりコンセントもついて小田急トップクラスの快適車両になったよ。MSE にもコンセントがつけばいいなと思うけど、アルミ合金の車体構造的に難しいかな。ロマン特快。次が本当に厚木市にある本厚木。とりあえず厚木って言ったと栄えるやら精神でえげなしに設けられた厚木駅とは格が違う。そんで海老名辺りで小田急の車庫が見えてくる。何がいるかなって普通に面白いのいたね。赤線、箱根登山鉄道線で主に走っていた線形だ。赤線なんてもう1編成しかいないから最後に見られてよかった感。その奥にはロマンスカーミュージアム。スペース的にあの中に MSE が入ることはなさそうだけど、 MSE と共に走ってきた VSE が入る可能性はあるかもしれない。エクセにその座を取られなさそうでよかったとは思うけど、不運な車両。厚木通過手前くらいで本厚木接近のアナウンス。運が良ければ相模線との交差も見えそうだったけど、今回は残念。青い車両同士のクロスなんか見てみたくなるもの。そして多数精鋭の XRとまたもや行き違い。その行き違いが済んだらいよいよ相模川。新宿発の箱根号だったらこの辺りで半分なんだけど、富士山号はまだまだ、御殿場は遠い。さて、本厚木に停車中。何やら面白いものが発車表に。どうやらメトロ箱根号小田急の最長運用だ。ロングラン運用かつガチガチ椅子同士のすれ違い、来るものがあるね。その後も豆腐で有名な大山を北側に臨んで、次の停車駅が落花生と酒と茶の産地秦野。ここが小田急線内ラストの停車駅。その次の停車駅は新松田じゃなくて松田。
この富士山号のアイデンティティの一つが町田付近の線路だから、一気にカットしちゃおうと思ったけど、渋沢と町田の間の車窓は普通にめちゃくちゃいいから、やっぱここは宇宙たくさんの瀬がある川、四十八瀬川沿いをどんどん西に進んで、しばらくしたら酒川川に注ぐ川音川と混じっていきながら進む。新宿からの理解なしでこんな大自然が味わえる、そんなギャップがたまもは好きで、前100万回くらい言っている気がするけど、まもなく松田に到着いたします。もうすぐ松田ということで、ロマンスカーはここからゆっくり停船。小田急線小田原方面はお乗り換えです。小田原方面に乗り継ぐなら秦野で乗り換えた方がいいだろうとかいうのは心のうちに留めておいて、まずは一旦右に偏っておいて、大層の設備を持った専用線なんて用意されてないから、細かく移っていくよ。それで向こうに踏切が見えてきたら、御殿場線と小田急線を本当につなぐ線内、普通の小田急線では味わえないデッドセクション区間を堪能しよう。で、このデッドセクションは、電気は通ってないけど火星はある区間のことで、ここの場合、小田急と JR 東海の電気がごっちゃになるのを防ぐために、これがある。一応電流的にはどっちも直流ということで、これは直直セクションなんて呼ばれてたり、こういうのは JR と東部をまたいで運行する特急鬼怒川の栗橋駅あたりでも見られるね。ちなみにここには電気が通ってないから加速ができない。そのくせ JR と小田急とを半分無理やり繋いでいる線路は、一時カーブに窮屈急勾配だから、こういうじらしプレーみたいな速度で通過することしかできないよ。まるで深夜にトイレによたよた歩いていくじっちゃんのごとく、弱々しく単線を走る MSE に対し、向こうの伏線の小田急は新松田に向けて元気に御殿場線の下をくぐる。やっぱり本数が少ないがゆえの格差はどこか感じるところがある。で、こんなかわいそうな連絡線を走る富士山号の歴史は深い。というのも、昔戦争時代からすでにこの2路線をつなげて迂回ルートにしたいねという案があった。物資の運送を牛耳る東海道線がダメージを受けたら、それこそ大打撃で、だいぶ工事は進んだけど、終戦でその案は白紙に。それからほどなくして、これをがっぽり観光チャンスとみなす考えが上がってくる。というのも、箱根という潤沢な観光資源をめぐって、小田急と西武が火花をバチバチ散らしていた。そこで小田急はあの連絡線を使って、御殿場からの需要もかっさらおうとした。そうした理由で1955年、ついにこの特急の原型が誕生、直通運転が開始。だけど当初は御殿場線に電気は通ってなかったから、機動車が片言走ってたよ。電化された後は SE という、新幹線のモデルになった車両が後を継ぐことに。スピードが出しにくい狂気で、時速145キロを試験的に出した狂気のハイスピード特急、これが1968年から91年まで続いて、それからは RSE や371系が務めるように。それまではなかった松田、ここでの乗務員交代もこの時から始まった。逆にその時までは御殿場線内でも小田急の運転手が運転していたということになると、考えるとなかなか今以上に複雑な路線だったもんだね。さて、次は駿河尾山。こっから静岡県だ。山間部にある、わりかし静かな駅。上り2本、下り1本はこの駅を通過するよ。25分から30分ノンストップの破壊力。椅子の硬さでもうそろそろ限界に。意外となってない。あまり姿勢良すぎるとかえって痛いけど、少し楽にしておけば案外疲れない。長時間でも快適とか嘘だろとか思ってたけど、割と本当に快適だったのは意外。普天場線から眺める酒川川も、心置きなく楽しめる。今通ってるのは野外キラ編。ここ普通に絶景だと思うよ。動画じゃ伝わりにくいけど、多分去った通りと晴れる。ちなみに矢賀の地名の由来は、割とそのまんまじゃないかと考えられていて、が、手地が山とかの険しさを表す感じだから、そのまま険しい谷を表現する矢賀じゃないかなとか、というか、ここら一帯はシンプルな由来の地名が多いとかなんとか、変に来るよりよし。というわけで駿河尾山到着。全体の富士山号のうち、半分しか止まらないかわいそうな駅だけど、利用客は思ってたよりいたよ。微妙に不遇な駅だけど、需要はそこそこある。富士山号基準で言ったら多いけど、6両基準で言ったらそんなでもない気がする。というか、ここまで来ると、富士山号自体がまあまあ空いている。ってわけで、終点の御殿場に着くまでの間は、沼津延伸の復活について勝手に考えさせてね。終点の御殿場では、沼津駅普通列車への接続をうまい具合に取っていて、乗り継ぐ人もちらほら見えたけど、3編成に収まる程度の数だったし、多分4両くらいでも、沼津までに限らず、御殿場線内だったら回りそうな気がするんだよね。MSE ならではの分割併合をうまく使えば、客問題は解決しそう。ただ沼津まで富士山号を走らせる意味があるかは、やっぱり微妙かも。例えば東京から沼津で新幹線経由で行くなら、4070円。この区間の新幹線は特別安い。かかる時間にしたって1時間ちょいくらいだよ。
でも新宿から富士山号を経由で沼津に行くと3410円、さらに確実に2時間は超える。沼津まで延伸すれば多少時間は短くなるかもだけど、新幹線と同等レベルの運賃になるかも。加えて JR 東海からしてみたら、やっぱり新幹線を使ってもらいたいとかいろいろ考えていくと、別に沼津じゃなくて御殿場まででも成り立つと考えられたのかもね。沼津までの相互直通運転が決まったのは末期とはいえバブル時代だったから、そうした意味でも大胆に運転できたのかもしれないね。それに今また延伸したら沼津駅での IC カード問題が増えそう。さて列車はパーキングエリアの名前でも有名な相沢川に沿って走行中。カーブが多いから爆速ではないけど、だからこそ自然の雄大さを味わえる特急だ。まもなく終点御殿場に到着いたします。特急ロマンスカーをご利用くださいましてありがとうございました。こちらこそ。というわけで終点御殿場到着。今日は特急ロマンスカーの富士山号に乗ってきた動画だった。酷評されていた椅子は姿勢を考えればわりかし快適。何より御殿場線ならではの絶景を木目調のおしゃれな特急車内から楽しめるのが強みだから、みんなも御殿場に行くときはぜひ時間を合わせて使ってみてね。この後は足柄サービスエリアのフラットパークまで歩いて行って、それなりに楽しんできた。普通にそこそこ険しい道だから安易におすすめはできないけど、こういう趣味を持っている人はとりあえず行ってみるのも楽しみ方の一つかもね。じゃあ今回はこの辺りで。まったねー。